業務していく上で、じゃあその、両方ともできるとは思うんですが、浅田さんが最も得意とする業務は何ですか？最も得意とする業務は他社が喜んでくれる業務です。ちょっと関連的になるんですけれども、売り上げを上げるために売りつけようですとか、そういった形ではなくて、例えばお客様が心地よくなっていただく、感謝していただく、そういったことを目的にして動くことで結果がついてくると考えているので、そういった行動を起こすようにしております。これまでの業務でその、おっしゃったことを具体的にどんなことをやりました？そうですね。例えば金融機関ですと、お客様のお孫さんが3人いらっしゃったので、グッズがあったんですけども、そのグッズにとても気に入っているというお話を一度されたことがあったので、それを覚えていて、粗品に3つそれを揃えてお出ししたことがあったんですね。そうしますと、お客様とものコミュニケーションも取れますし、お客様はそれをとても感謝していただいて、定期貯金のご相談をいただいたりですとか、そういったことがございました。今回ご応募いただいて、浅田さんの、キャリアで考えると、私どもの会社に入った時に、ある程度現場をまとめていくような仕事もしていただかなきゃいけないでしょうし、それから一方で、社員は割と若いですから、その非常に若い、社員の中に入っていった時に、浅田さんはどういうふうに組織にすっと入る工夫をしますか？笑顔を忘れないことですね。コツコツと努力する素直な性格ですので、そういった点で苛立ちをぶつけたりですとか、怒るということもあまりないので、そういった穏やかな性格を自身で利用して溶け込んでいきたいと思います。こうやってこうお話しされてるとね、ちょっと笑顔っていうふうにさっきね、今おっしゃってくださったんです。あんまりこう笑顔が感じられなく とて、ても緊張しております。そうだよね、緊張してますもんね。多分新しく職場に行った時も緊張する場面っていうか出てくるんですけど、でしかもみんな周りが若くて、その中にこう浅田さんが入ってって、パッとこう溶け込んでいけますかね？ものすごくフランクな形で取り込んでいけるわけではないと思うんですけれども、ただやはり人は慣れていきますので、初日は緊張していても、2日3日と日を重ねていくにあたって、笑顔で話せるようにもなりますし、こういったところはこうだよねという形で、こうした仕事以外の会話も少しずつ増やしていけるのではないかと思います。前の職場で、和菓子屋さんでも結構ですし、金融機関でも結構なんですが、下の、部下とは言わないかもしれないんですけど、自分より下の人たちからは浅田さんどういうふうに思われてたと思いますか？優しい人だと思います。そうですね。前職で金融機関で言えば、後輩はもちろん年下でしたし、同じ窓口に座っているものでも年下のものがありましたので、他の方と比べて自分の意見を押し付けるということがなかったので、そういった点で後輩から意見を私に言いやすいという点がありました。またその後勤めましたお菓子屋さんの方でも、こちらは年配の方が先輩でいらっしゃったんですけども、私を頼ってくださるようになりましたので、やはりそういう穏やかな性格が功を奏したというか、聞いているのかなと思います。ご自身でもそういうふうに思うはいということですね。わかりました。これまでのご経歴の中で、私どもの会社に入った時に、生かしていけるスキルって何かありますか？生かしていけるスキルは、そうですね、総務と経理の募集ということでしたので、まず簿記の資格ですとか、金融機関での貸借の合わせですとか、そういった点を活かせるかと思います。あと総務の点で言えば、備品の管理ですとか、入出金の管理、受注の管理等を経験しておりますので、そちらを活かせると考えております。ノリのすごくいい社員の多い、どちらかというとわさわさした感じの会社なんですけど、馴染めますかね？そうですね。ノリがいい時はノリがいいので え、そうなの実はっていう時もありますので、今までこうなんかバッと自分でいいノリだったなっていうような経験ありますか？そうですね。仕事場では真面目に取り組むタイプなので、そうノリがいいっていう
バーっていくことはないんですけども、プライベートでしたらこうパーティーに出かけたりとかっていうこともあるので、それでダンスを踊ったりということもありますので、そういった点は意外に思われることが多いです。お休みの日とかどんなことされてます？お休みの日はまず朝のウォーキングに行きまして、その後2時間ほど英語の勉強をしまして、それから今ですと転職活動を、いたしまして、それから家事をします。英語の勉強してるんですか？必要だと思いますので、これから。わかりました。はい、では本日はこれで終了したいと思います。お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。